セクシーゾーン中島健と、スノーマン向井康二は、いい俳優。一番感動したこと明かす、リビングの松永さんより大きい。モデルプレスイコール2024年3月12日。セクシーゾーンの中島健人が主演を務めるカンテレフジテレビ系ヒドラ、イレブン、リビングの松永さん、火曜夜11時の第10話が、12日に放送される。中島健人主演、リビングの松永さん、人気コミックを原作に、様々な世代の男女が共に暮らすシェアハウスを舞台に、中島が演じる29歳のグラフィックデザイナーの松永潤が主人公。松永は、高橋光、光は正式には、はしご高、演じる17歳の女子高生のみーここと園田よしみと同じシェアハウスで共同生活をすることになり、恋に不器用な堅物のアラサー男子と、ピュアで一生懸命で恋愛偏差値、3の女子高生が、時に衝突し、時に助け合うことで互いを認め合い成長していく、ドキドキ都市のサラブコメディ。シェアハウスで暮らすメンバーとして、松永と男の友情で結ばれているバーテンダー鈴木健太郎を向井康二、スノーマンが、美大に通う大学生でいずれ松永の恋のライバルになる北条涼を藤原大輔、カレー屋でアルバイトしていること以外は生活スタイルが謎という不思議オタク系女子、服部茜を大久保桜子、ヒロインの吉見にとって憧れのお姉さん的存在のネイリスト大貫麻子を黒川智香が演じている。